五条悟復活、現代最強の呪術師の復活により決戦の時が迫る呪術廻戦。今回はそんな激アツな展開が描かれた第221話で描かれたとある意味深なセリフから、来たるべき決戦で五条悟は死ぬのではないかという考察をやっていこうと思います。どうも皆さんこんにちは、漫画雑談所のケロです。この動画は最新221話のネタバレを含みます。まだ最新を読んでいない方、単行本派の方はネタバレにご注意ください。動画の内容が少しでもいいなと思っていただけたら、高評価チャンネル登録していただけると動画作りのモチベーションになりますので、何卒何卒です。それでは早速やっていきましょう。最新221話、裏埋めをワンパンでのした五条と向き合う賢者と宿儺。五条と向かい合った宿儺の脳裏を仙台で相対した千年前の術師よろずの残した最後の言葉がよぎりました。絶対的な強者、それゆえの孤独、あなたに愛を教えるのは。その言葉を思い出した宿儺は、五条との戦いを止めた賢者の言葉にいいだろうと素直に従い、戦いの日を来たる12月24日に持ち越すことに同意しました。これにより事実上の最終決戦の舞台が12月24日に決まったわけですが、これまで徹底して天上天下唯我独尊、己の快不快のみが行動指針であったはずの宿儺が賢者の言葉に従ったのは、もちろん賢者と宿儺の間で取り交わされた約束が原因だとは思われます。ただ賢者に私との約束を果たしてもらうと制止されてから、いいだろうと返すまでの間に謎の沈黙とよろずの言葉が脳裏をよぎったのには、何か意味があるのではないかと考えています。その鍵になるのが呪術廻戦における愛が果たしてきた役割の数々だと僕は思っています。呪術廻戦における愛は、時として人を狂わせ、時として人を苦しめる枷のような役割を果たしてきました。代表的な例として、ここでは3つ前例を挙げていこうと思います。まず1つ目は記憶に新しいよろず。千年前に強力な術師として藤原家に組みしていたよろず、練り上げた自身の術式、構築術式により、かつての当主直属征伐部隊悟空将を返り討ちにしたことで藤原家へと取り立てられた彼女は、ある日新嘗祭に呼ばれた生前の宿儺を目の当たりにし、一瞬で彼に見せられました。ためらうことなく宿儺に駆け寄った彼女は、大丈夫、私がいるわ、あなたは一人じゃないと声をかけ、宿儺の反撃を受けて地面に倒れ伏します。描写的にこの一撃でよろずが絶命したのかは定かではありませんが、よろずはその後も宿儺に対して歪んだ思いを抱き続け、千年の時を超えて伏黒積木の肉体を乗っ取り、再び宿儺の前に姿を現しました。宿儺に対して歪んだ愛情を向け続ける彼女は、その後宿儺との戦いで命を落とすわけですが、愛という側面に着目してみると、彼女は愛によって人生を狂わされ、宿儺に執心するようになったと言えそうです。仮にもし彼女が愛を知らなければ、宿儺との出会いで彼に見せられることも、その後死ぬこともなかったかもしれません。宿儺に殺されることが彼女の望みだったとしても、愛がなければそうならない可能性の方が高かったわけです。2つ目は主人公虎杖悠仁の父、虎杖仁。作中では渋谷事変直後の虎杖の回想でのみその姿が描かれた人物です。虎杖や祖父の和助とは対照的に物腰が柔らかく知的な雰囲気を漂わせる仁ですが、彼には決定的におかしな部分がありました。それが自身の妻香織との関係です。幼い虎杖を抱く仁に、あの女はやめておけ、死ぬぞと忠告をする和助に対して、悠仁の前で変な話をするのをやめてくださいと聞く耳を持たない仁。その後の和助のセリフから、仁は妻香織との間に子供を持つことは叶わず、妻の香織はすでに死んでいることが明かされました。そこに姿を現したのは、額に縫い目のある女性、虎杖香織。額に縫い目があり、後に賢者が彼女の持つ術式アンチグラビティシステムを使用していることから、この時点ですでに賢者が肉体を乗っ取っていることがわかるわけですが、だとすると虎杖仁という人物は、すでに死んでいるはずの妻の肉体がなぜか蘇り、生前のように語りかけてくる人物に何ら違和感を抱くことなく接しているということになります。もちろん賢者が彼に対して何かしらの術式を使用し、幻覚のようなものを見せている可能性もありますが、自分の父親の忠告を聞かず、どう考えても怪しい女性との関係を継続しているのはおかしな状況です。この状況を、虎杖仁が妻に対して抱く愛情が彼を狂わせてしまった、あるいは賢者に付け入る隙を与えてしまったと考えれば、彼が和助の忠告に聞く耳を持たなかった理由にも納得がいきます。彼もまた呪術廻戦という物語の中において、愛ゆえに狂わされてしまった人物と言えるのかもしれませんね。そして3つ目がゼロ巻主人公乙骨憂太。言わずと知れた特級術師である乙骨は、ゼロ巻時点では特級過剰量織本理香をその身に宿していました。後にこの関係性は、理香ちゃんが乙骨を呪ったのではなく、交通事故に遭い死んでしまった彼女の死を拒んだ乙骨が彼女を呪ってしまったのだということが明らかになりました。ゼロ巻の中では五条が、これは持論だけどね、愛ほど歪んだ呪いはないよという名言を残しており、乙骨の理香ちゃんに対する愛情の深さが伺い知れます。ここまで語れば皆さんもお気づきだと思いますが、ゼロ巻は愛と呪いをめぐる物語です。
乙骨のリカちゃんに対する愛情の深さが本来なら成立しえないはずの死者の魂の抑留というバグを引き起こし、結果的にただの女児の魂が特級過剰音量にまで変貌を遂げました。その結果として乙骨はかつての高校で大きな事件を引き起こし呪術高専に来ることになるわけですが、これもまた愛ゆえに歪んでしまった一つの形と言えるかもしれませんね。これまでに挙げた3つの前例はその形は様々ですが、いずれも愛が歪みや狂いをもたらすことを示していて、それが強さにもなる反面、弱さの露呈にもつながっていると思われます。ではこれが五条の敗北あるいは死にどのようにつながるのでしょうか。ここで再度スクナの脳裏によぎったよろずのセリフを振り返ってみましょう。絶対的な強者、それゆえの孤独、あなたに愛を教えるのは、彼女に言わせればスクナは絶対的な強者であり、それゆえに孤独だったとのことです。これ言い換えれば、孤独だからこそ絶対的な強者足り得るとも言えそうなわけで、つまり愛によって誰かとのつながりを持つことは強者を弱くしてしまうと解釈することができるのではないでしょうか。スクナは1000年前から誰とも深い関わりを持たず、それゆえに孤独であり、それゆえに絶対的な強者でした。一方五条はどうでしょうか。前回第220話のラスト、五条の帰りを待つ家入の回想で、若かりし頃の五条が育てる強く悟い奴らをもう誰も一人にさせないと覚悟を決めていました。これは下等の離反により自分だけが強くても意味がないことを悟った五条にとって一つのターニングポイントになるシーンなわけですが、結果として五条は教師の道へ進み、多くの強い術師たちを育てました。乙骨や牧たち2年図、虎杖たち1年図、特に虎杖と伏黒には目をかけていて、虎杖には自ら進んで修行をつけたり、伏黒には彼が幼い頃から目をかけるほどでした。これ今までに挙げた前例と形や種類は違えど、愛の一種と言えるのではないでしょうか。そしてそれにより五条は周囲と深い関わりを持ち、五条にとって大切な存在が多くできました。今や五条は孤独ではなく、守るべき教え子たちが多くいる立場の人間になったわけです。そして今の五条はよろずの言う絶対的な強者、それゆえの孤独とは無縁になっており、これが五条にとっての弱さにつながるのではないかと思っています。より踏み込んで考えると、最終決戦で五条 vs 宿儺の展開になった際、宿儺が五条の弱さにつけ入り、生徒の誰かに攻撃を仕掛け、それをかばった結果五条は敗北、最悪の場合それが原因で死んでしまうのではないかと考察しています。宿儺は他人の気持ちを最大限に汲み取った上で、それを戦いの中で悪用することがクルス・サナとの一件で明らかになっていますから、戦いの中で自らに利するものであるなら、たとえ姑息と言われようと容赦なく利用してきそうです。もちろん個人的には五条が宿儺に勝つことで、かつての虎杖とのやり取りを回収してほしいと思っていますが、こういった最悪な可能性もあり得ると思い考察してみました。今回の動画はここまでです。このチャンネルでは呪術廻戦を中心に考察解説動画を緩く発信しています。深く分かりやすい動画を作っていきますので、よければもう一本漫画雑談所の動画をご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。よしなにー。